チンプイは、藤子、F、藤尾作の SF 漫画、及び、それを原作としたアニメ作品。また、作品中に登場する、ネズミ型の宇宙人の名前。口述の島中幸男によると、タイトルは、チチンプイプイの、チンプイですとまでは藤子、F、藤尾は説明しなかった、とのこと。普通の小学生の女の子、春日ガエは、 地球から35光年離れたマール星の王子、ルルロフ殿下のお日に突然選ばれる。エリは、クラスメイトの内気に、心を惹かれていることもあって、必死に結婚を拒否するが、マール星からエリを説得するためにやってきた。マール星人のチンプイは、エリのことが気に入り、家に居候として住み着く。マール星は、高度に科学が発達した星で、火宝と呼ばれる魔法のような、 不思議な力を使うことができる。一方で、マール星からはさらにエリを説得するため、エリのファンなどで変な宇宙人が、エリの元にやってきて、騒動を起こすようになる。作者の死去により、本作は未完に終わっているので、エリは、ルルロフ殿下と結ばれるのかまた、内気との関係はどうなるのかルルロフ殿下の顔を含めた正体の謎は、 結局明かされず自前となっている。原作第52話、エリ様記憶喪失アニメ第40回 B パート、お姉さんがやってきたで、未来のエリが、秘伝家として、現在の地球に里帰りしているが、これが現在による姿なのか、パラレルワールドによる姿なのかは不明である。アニメ第56回 B パート、はじめまして、ルルロフレスでは、 原作にないオリジナルの展開である、ルルロフ殿下がが襟を呼び、内木と友人になるというラストが採用された。この時にもルルロフ殿下は顔を見せていないため、その正体は謎のままである。なお、アニメージュ1991年6月号のチンプイ特集では、ルルロフ殿下イコールないという説が紹介されている。元中央抗論者社長で、 藤子藤尾ランド編集長だった島中幸雄は藤子 F 藤尾大全集に収録されているコメントにて藤本存命中に島中が結末について尋ねるとアニメの中で結論じみたことは出していると回答されたと語っている同じくアニメ版の監督を務めた本郷光は藤子から直接結末を聞いたものの見事にその部分の記憶が欠落しており 自分が考えていた幾多のパターンの一つであったような気がする。結末自体は話を聞いて納得がいくものであったと語っている。過法と唱えることで様々な過法を使うことができる。その地球の動物に似た外見から、マール星人の中にも多くの種がいることがわかる。単行本題4巻51話秘密のバードウォッチングでは、 他の藤子 F 作品のキャラクターが登場。ここで、殿下の一家は、チンプイと顔見知りであることが判明している。なお、アニメ化されていないエピソードである。宇宙人の実在を主張する、ノンフィクション作家が、偶然チンプイと出会うが、チンプイを含むあまりにもらしくない宇宙人たちに、呆れてしまう。 1989年11月2日から1991年4月18日まで、新映動画制作により、テレビ朝日系列にて放送された。毎週木曜日19時30分20時の30分枠に、各2話で、全56回、全112話。テレビ欄における、番組名は、藤子 F、F ファンタジーチンプイ、夢冒険、チンプイだった。 1989年12月29日には、藤子 F ・藤尾スペシャルドラえもんチンプイが放送され、ドラえもんとチンプイが共演を果たした。2016年には、テレ朝チャンネル1の、藤子 F ・藤尾ワールドにて放送され、字幕放送も実施。各回につき、上段が前半、A パート、下段が後半、B パートである。 なお、一回につき一タイトルの場合は、A パートに前編、B パートに後編と開けて放送していた。放送日時は1991年4月終了時点、放送系列は放送当時のものとする。1990年3月10日、東方系で公開。映画ドラえもんのび太とアニマル惑星と同時上映。マール星からやってきた宇宙人たちが、 マール製の王子ルルロフの非候補になった少女、カスガエリの電気映画を作るというオリジナルの中編作品。映画、ドラミチャンハロー恐竜キッズと同時収録で2005年7月に DVD 化。2007年12月に発売されたチンプイメモリアル DVD ボックスにも収録。なお、小学館ビデオから発売された DVD を呼び、 CS 放送などの映像は制作当時の4、3スタンダードサイズであるが、チンプイメモリアル DVD ボックスに収録された映像は画面の上下をカットした16、9アイドサイズになっている。エンドロールはテレビのエンディングテーマの林原めぐみのシンデレラになりたくないではなくオープニングのお願いチンプイに変更されている。タイトルは ドラえもんチンプイ、エリー様愛のプレゼント大作戦。富士子 F、富士尾ミュージアム施設内にある F シアターで、開館3周年の記念日にあたる2014年9月3日から2015年9月2日まで、短編映画として上映。アニメ化としては25年ぶり。 キャラクターの声も1989年のテレビアニメ1990年の映画と同じ出演者が演じている。2017年12月から2018年11月30日までの期間限定で高岡市美術館2階の藤子 F 藤尾ふるさとギャラリーでも上映。ドラえもんと共演する関連作品が複数制作されている。 チンプイエリ様活動を写真に関するカテゴリー、ありがとうございます。